こんにちは、ダイスです。今回は星のカービィディスカバリーやっていきましょう。今日するのはソード。まだギガントソードがプラス1になってるので、こちらを強化してマックスまでしてからコロシアム戦に行ってみたいと思います。とりあえず準備しましょう。それでは行ってみたいと思います。アルティメットカップ Z、 ライフアップのアイテムは持ってきてます。一戦ちょっとやってみてどんな感じか様子を見たいと思います。今までソードのやつって他のやつまだね使ったことあるの少なかったんですよね。いや、振り回すのは結構楽だけど時間かかるかも。動くのが辛いかもしれない。あとはため攻撃系ですよね。上手にできれば一番いいけど難しいかも。いいよ、このためをうまく使ってやりたいんですが遅い。へえバルグレイソードのあのソードが大きくなったバージョンと同じぐらいの速さだったかなと思っていたんですが、ギガントソードあんまり使ってなかったらだいぶ違いますね。一発の攻撃力はための方が強いのでためで進めていきたかったんですが、振り回し始めるとちょっと遅いのが難点かもしれません。でも攻撃力自体はすごく強いのでこのままラスボス戦まで行ってみたいと思います。はい、ラクスボス戦になりました。最終戦結構順調にできたかなと思っているんですけど、だいぶ削られてしまっているのでここからは慎重に進んでいきたいと思います。ギガントソードのいいところは攻撃力が高いところだとは思うんですが、動き自体はそんなに速くはないので攻撃している間に狙われないように気をつけます。それでは行きましょう。カオスエフィリス戦、あれ移動してこない。お、この間にこうジャンプとかがねできなくなっちゃうのでどうしても当たるんですよね。これをなんとかしたいです。どこだ、来た。まだこれしか削れてない。でも攻撃自体は一度だけしか今当たってないのでなんとかなりそうです。よし、でアイテムも残っている状態なので後半戦も第2形態もいけるんじゃないかな。一回当たってしまえばねちょっとだけなんですけど少しずつは削り取れるので頑張ります。お、よし、これは移動しながら、え、ここで当たると思わなかった。移動しちゃう。あー、行っちゃった。少しずつ削りたいのにやってしまいました。はい、2回目。よし、じゃあこれで降りてきますね。よっ、最後のね回転切りだけ少しだけ高いんですよね攻撃力が。それを当てていきたいです。4回目かな。1回転してる時の攻撃は高いのでこれをなんとか当てたいです。今ソードで攻撃してない。でもまあ削れてますね。あれ、なくなっちゃってる。あ、あったあったあった。怖い怖い怖い、危ない、びっくりした。はい、2回目逃げてもう1回来るのをジャンプ、よし、で落ちてくるはずよ。影見ます。これ回転、今回いや、ための方が良かったかな。ギリギリだギリギリ。そう、ソード自体の剣が重たくて大きいから
攻撃してるのも時間が結構かかるんですよね。うわー、また行ってしまった。まだ残ってる。飛んでくる？違う。まあ、これの前に終わらせたかった。よ、はい、逃げました。来るかな。あー、ダメか。焦っちゃダメだ。よし。あー、また飛んでっちゃった。もうちょっとなのに。もう一回ね。2回目のこれがね、本当に苦手なので、なんとかやらないといけないんですけど、そう、こうやって当たっちゃうんですよね。うまく避けられればいいんですが。よし。うわー、削り終わらないか。ここで終わるかな。いけそうな感じはしますよね。あともうちょっと。よし、来た。これで第二形態。第二形態自体は、ソードを大きくした時に縦、ジャンプすれば縦が触れるので、当てられるタイミングはね、多いと思うんですよ。ただ、最初の吸い込みだけ、しっかり、囚われないようにしたいです。では行きましょう。ここからは、カオスエフィリス、後半戦、第二形態です。一番奥まで行けばなんとかなる。きっとなんとかなる。よし。当てられちゃうね。横動きながらかな。よよ。ああ、もう一回やった。ちょっと数が多いぞ。いやだ、怖い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 。危ない。真ん中来るはず。そう、これが多分ジャンプすると縦振りだから当たるんですよね。これでなんとか削っていきます。あー、当たっちゃった。でも敵もね、ちょっとは削れてるから、ここで当てられるのはかなり強いです。半分きついかな。このままいったらちょっときつそうですよね。ライフアップします。これで大丈夫でしょう。はい、隕石落下のフェード、1回目避けます。そして上に逃げる。 1,2,3 ホバーリング。はい、2回目、落下から逃げましょう。はい、次はこっち。1,2,3,4。はい、で追ってくるはず。真ん中じゃなかったか。ここもちょっとだけ削って逃げます。はい、で戻ってくるから削りに行って、青くなるよね。あー、間に合わなかったか。内側、よし。縦、えい。おお。ああ、カバーできない。え、待って。よ。ガード。ガード間に合わない。振ってるとね、ガード遅いからこれできなくなるんですよね。待って、やだ、無理。行きたくない。よし。もうちょっと。来たー。いやー、できました。ソードの剣が高さがあるので、縦の攻撃が入れられるのが、ラスボスのカオスエフィリスにはかなり有効で、すごく削りやすかったです。時間も思ってたよりもかからなかったですね。
今回に関しては個人的にはワイルドデデデが一番辛かったです。ということで、ソードの進化能力の2つ目、今回はこの能力でザ・アルティメットカップ Z やってみました。うまくラスボス戦を倒せたのでよかったなと思います。そしてまだ最大強化までしていないコピー能力も存在しているので、レアストーンも集めてアルティメットカップ Z を挑戦していきたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!